よっさんふわつきでやばいね。最近ね、なんかニコ生っぽいノリがすごい、リスナーさん、ニコ生のリスナーさんが増えてきたから、ちょっとやりづらいなっていうのは思うね。ふわっちが変わっちゃったっていうか、そこは予想できてなかったな俺。こんなにニコ生っぽくなるっていうのはってなかったから、すごいやりづらいよ。ノリがニコ生っぽいじゃん最近。煽りが多いし。やだね。質が悪いリスナーさん流れてきちゃったから。ニコ生になっちゃうね、こうまわだとね。ゴルゴいらっしゃい。まあでもしょうがないことなのかなとも思ってるけどね。いいことでもあるし、俺らが柔軟に対応していかないといけないなっていうふうに思うから、こっから試されてるよ。配信者の実力が。ニコ生だよこれ完全に。たくみさんはどつ、おはよう。なんかチケット見てみたけどワクワクするね、たくみさんね。なんか自分がさ、そのローソンとかで売られてるチケットのさ、画像とか見てみるとワクワクする。ブロリーさんはどつ、バガありがとう。ゴルゴ風船ありがとうね。すごいワクワクするよ。なんか頑張ってきてよかったなと思ってね。なんかチケットに自分の名前が入ってると嬉しいよね。ついにここまで来たかみたいな。次はね、だいぶ収まったけど、ちょっとまだ残ってるかな。だいぶ楽になったよ。チケットかっこいいよね。よかったワード、その他に入らなくてよかったよ。その他ってなったらね、ちょっとテンション下がるからね。ねえ、ニコッチになりつつあるよね。どうなのみんなは、ちょっと嫌じゃない？このニコ生リスナーがガンガン流れてきて荒らされてる感じ。俺はすごい嫌だよ。ちょっと嫌だなと思ってる。みんなそんなこと感じてないのかな。なんかふわっちにもともといたいい人たちがなんか逃げちゃいそうで、逃げはしないけどなんか流れが変わりそうで嫌なんだよね。俺はふわっちのいいところはニコ生と違うところ、どちらかっていうとキャス寄りなところがいいところだと思ってるから、なんか結構ずうずうしいリスナーさんが増えてる気がするんだよね。すごいやりづらいよ。ふうさんいらっしゃい。こんばんは。ソレイユいらっしゃい。最近なんかお前俺の放送ヘビで見てくれんな。ソレイユいらっしゃい。ハマってんの俺の放送に。暇なんだろう。ハルブラが怒ってた。なんで？何を怒ってんの？別に怒られるようなことやってないけど俺。何にもやってないよパルパルに関しては。なんで怒ってんの？意味わかんないんだけど。ワドに殴られたこと、今更怒ってんの？今更怒ってんの？だったら試合申し込めばよかったのにね。試合で別に、いや、借り返せばよかったのに。なんで今更怒ってんだよな。よくわかんねえな、あいつも。これは別に、特にないよ、彼に関しては。あいつもよくわかんねえよな。なんかさ、正直若い子じゃんパルパルとか。それをテルに託す、それなら別にいいんじゃないの。それは面白いじゃん。ちょっとそれはちょっと笑うわ。なんかさ、なんだろう、まあまあそれはまあネタなんだろうな多分な。2発目殴られたら視界隙まんまいやった。そんな口ではどうとでも言えるじゃん。なあ、面白いなあいつな。口ではどうとでも言えるからそんなの。
まあでもテルチャンピオンは強いよ。パルバルはともかくとして、テルチャンピオンはマジで強いと思ってるから、油断は全然できないよ。あいつはほんと強いと思う。あ、俺は負けないけど、テルには。結構いい試合見れるんじゃないかな。かなり悔しがってさ、そりゃそうでしょ。あい、向こうは手出してないんだから。まあ、テルチャンピオンは敵討ちするんだろうね。ハリとギリギリです。俺も全然練習できてないよ。全然練習できてない。本当はもっと本格的に練習やりたいんだけどね。テルちゃんはね、喧嘩が結構やってたみたいね、話聞いたら。拳見てみたけど、潰れてたよ。拳見ると大体わかる。喧嘩慣れしてんのかどうか。潰れるんですよ、拳が。俺より全然喧嘩慣れしてるよ。なんかエピソードも聞いたけど、なんか、ヒカルくんとも裏でバチバチに殴り合ってるらしいし。なんかヒカルくんのこと殴って、なんかさらわれたらしいよ。なんかすげえヒカルくんの仲間たちがボコボコにしようとしちゃったらしくて、結構揉めたらしいよ。俺それ知らなかったんだけど、結構とっぽいらしいね。切れると何するか分かんないタイプなんだって。見境なく結構突っ込むっていうか、気も強いタイプらしいよ。お、そうだね。基本的には俺ヤンキーではないから、ヘタレだから、台本ではないけど、俺は結構その、なんだろう、ドレさんに怒られてるんだけど、試合まで絡むなって言われてて、ドレさんは飯食わなかったのね、みやびさんと。対戦相手の飯なんか食えるわけねえだろうとか言って 帰ったけど、なん、お前もっと、あれだよっつって、ダメだよそういうのって、ドレさんに注意受けたよ。台本ではないんだけど、テルも嫌がってたね。俺全然その試合まで普通にいられるタイプだから。ただ会場では結構闘志燃やすタイプだけど。だってさ、世界戦でも何でもないしさ、別に仲いいんだからさ、普通に仲良くすればいいじゃん。それこそさ、俺がここでテルチャンピンがどうのこうのってさ、ないこと、あることないこと言い始めたら台本臭くない？頑張るよ。ありがとう、それ言う。全然普通に頑張るよ。ガード固めて足崩しに行け。いや、ガードね、固めるのもそうなんだけど、それはまあ基本中の基本だとしても、足だなと思ってるよ、俺とテルの戦いは。基本的にお互い足狙ってくる。特にテルは足狙ってくるはずだから。蹴りが自慢なんだって。で、俺も蹴り別に弱くないから、ローキックに関しては。ドレさんにも褒めてもらってるから。もう、ワドはローだなって言われてる。だから、蹴り合いになるんじゃないの？足が先に崩れた方が負けだね。どう考えても。っていうのも、16オンスだから、多分パンチで倒れることってほぼほぼないと思うんだよ。俺とテルのパンチ力考えると。体重重い人だと別なんだけど、テルは結構、その、ガタイ、ね、ガタイいいわけじゃないから、58キロでしょ、体重。な、蹴り合いになると思うよ。逆に言ったら俺対策はしやすいんだよね。蹴りさえちゃんとカットできるようになったら、別に怖いもんなくなるから。パンチは当たんないよ、テレの見たけど。あとはね、俺も口だけじゃなくて口が達者な部分あるから、それをどこまでね、見せられるかっていうのが課題だと思ってて。ね、多弁だからさ、俺。ボディはね、正直16オンスのボディは効かないと思う。まあ、効くんだけど、3ラウンドでしょ？ボクシングのボディってさ、十何ラウンドあるからあれ効いてくるんだよ。で、3ラウンドボディ、こんな熱いんだよ。こんな熱いのよ。クッションの塊なんだよ、これ。見たらわかるぞ。だからね、これでボディ刺さるっていうのはちょっとイメージしづらいかな。
まあ、打たれたら嫌だなっていう感じだけど、その、一発で効くとかはないと思うよ、これで。打たれたら嫌なんだけど、顎先かすめるっていうのが難しいから、これだと。肘はね、一発もらったら危ないぐらい。まあ、経験者はみんな言ってるんだけど、いろんな人が解説してくれてんのね、他の生主が。肘は、何が危ないかってカットするんだよ。その、硬い部分で、顔面バッてやるとバサッて切れるのね。だからよくボクシングとかで目尻とか切ったりするのとか、バッティングって言って、この頭の部分と肘の部分がかすめちゃって、相手の目が切れたりするじゃん。すごい危ないんだよ。肘は本当に危険だから、あの距離に行ったら本当、この距離になったら危ないね。このビタビタの距離っていうのがあるんだけど。ドレさんはそれ団子って呼んでるんだけど、団子状態になったら、もう本当にお互いどっちが勝つか分かんなくなるから、その距離には危ないぞっていうふうには注意受けてる。だからよく首相撲とか狙えるじゃんって言うけど、その首相撲をこうやって取るじゃん、相手の。ここの肘を肋骨に当てて、こう入れるんだけど、それでこう振り回すのね。だけど、この距離ってどういう距離かっていうと、相手もこう入れてくるわけじゃん。こう、相手内側に内側にって入れる距離なのね。こうやって。だけど、ガッて組んで、かぶせて、どういうことができるかっていうと、ここに頭があるわけじゃん。このままこう入れられるんだよ。わかる？こう入れるふりして、こう、バーンって入れられるから、すっごい危ない距離なの。ボディ苦しいよ。だけど、ボディは苦しいけど、打つ方がプロじゃないから、ボディ入れるのって難しいんだよ。そう。抱きついても何もさせないのもありだよね。なんかしてくるよ、やっぱり。その距離になっちゃうってことは。すごい難しい距離なんだよ。その、密着状態のパンチ。打つ方が難しいの、ボディは。受ける方が難しいんじゃなくて、それは腹筋で根性じゃん。そうじゃなくて、ボディをちゃんと的確に入れるっていうのが結構難しいのよ。やってみるとわかるよ。特にそのボクシングと違って、キックの場合、ガードが、足でもガードできるじゃん。それでね、なんつうんだろう、防ぎやすいっていうか。なキックの試合ってあんまりボディ見ないでしょ。まあ、あるけど、全然。ボディで倒れるってあんまり見たことないはずなんだよ。キックの試合は。まあ、蹴りでボディ行ったらかなり効くと思うけど、ミドルキック綺麗に決まるとは思えないかな、ちょっと。蹴るモーションと膝を上げるモーションの違いがあるから。抱きついて何もさせないっていうのは、俺は対策は打ってるけど、ドレスペシャルって呼んでるんだけど、ドレさんから教わった組み技があるから、首相撲ね。それを決めたらね、一撃で勝てると思ってる。タケソンさんの試合見たことないですね。すいません。タケソンさんの試合見たことない。結構俺がおっさんだから若い人の選手とかわかんないんですよね。ほら、K1 とかもアンディ・フグとかさ、フィリオとかさ、その辺の世代だから俺。吠えるはありだよ、全然。お、のんたいらっしゃい。吠えるのは全然あり。ただ、あんまり変なことやってると注意は受けるけどね、うるさいって。気合い入れるぐらいなら大丈夫だと思うよ。プロでも吠える人いるからね。たけるさんって読むんだ、ごめん。全然わかんないわ。たけるさんって言うんだね。見てみるよ、今度。ドレスペシャル一撃だけど、あれ完璧に決まったらちょっとかわいそう、見てられないかも。下手したら首の骨折れるよ。本当に。あれは、相手決まったら一撃で終わる。2発耐えられない。顔面ぐちゃるし、首の骨下手したら行くから。でも本気で打ち込むよ。ドレスペシャルは結構危ないや、あれ。
だから相手はね、研究してるんだったら絶対近づかないはず。あの技やばいって、そう、プロでも分かるはずだから。達彦さんにもあれだよ、タイガーにも決められてるのも、ドレさんにも決められてんの、あの技相当練習してるから。あれ取ったら無敵だよ。あれは超嫌な技だと思う。至近距離はだから向こうが来ないと思うよ。だってさ、かがんでる状態でガードができなくて膝を顔面にもろ食らう技だもん。首相撲の進化系じゃん。初見さんありがとう、リルーさん。楽しんでて。面白かったらフォローしてください。あれは難しいよ。これほら、ボクシングが好きだから本当はボクシングルールでやりたかったなとは思ってたけどね。蹴り技あんま好きじゃないんですよ。ボクシングの方がなんか技術の応酬があって面白いんだ。アドってどこで服買ってますか？俺ね、服にはこだわりがあって、 T シャツこれしか持ってないんですよ。黒い無地の T シャツしか買ってないのね。これ実はコンビニで買ってんの。無印良品のやつをファミマで売ってて、でジーパンはユニクロかな。そうだから無地のジーパン、黒のジーパンと黒いシャツしか買ってないね、ほとんど。この前はあの記者会見用にワイシャツ買うの鎌倉シャツ買ったけど、服にあんまりこだわりはない。俺は服選んでる時間がもったいないなと思って。服を選ぶっていうのはもう、靴とかは好きだけどね、小物とか。うん、なんか服好きだった時期あるんだけど、なんかそのなんていうのかな、服選んでる時間もったいないんだよね。好きだけどね。無印別に悪くない。これもう2年ぐらい着てるけど全然持つよ。うん、2年着てこの状態ってすごいよね。よれないし、無印いいよ、うん、素材いいよ、全然毛羽立たないし、別に着てて変じゃないでしょ、ボロボロじゃないでしょ。600円ぐらいかな、コンビニで売ってるシャツだけど。前、あ、バッグ。そうそうそう。これはね、ヘルツって言って、もう一生もののカバンにしようと思って。一生使うカバンが欲しいなと思って。あれでしょ？ヘルツ。あれあれ。うん。寒くない。これね、でもね、リスナーさんから赤いランドセルってバカにされたんだよね。結構バカにされた。うん、4月、そうだね、まだ寒いよね、うん、そうそう、ヘルツっていうカバンだね。あれはオーダーメイドで、うん、新しいフォロワーさん、リルーさんフォローありがとう、うん、あれ結構お気に入りですね、僕は。ありがとう、かっこいいって言ってくれて。おしゃれはお金掴んでからだな、うん。あれは6万ぐらいかな。ただ20年持つカバンだから、うん、あれ本革だね。布を一切使ってない、うん、革だけで作ってる。かっこいいよね。あれはあの6万だね、ウッシーさん。だけどね、20年使えて6万だったら全然安い買い物だと思うよ、うん。普段使いっていうか、俺は仕事用に使ってるけど、営業マンとかにはおすすめしない。なんでかっていうと、あれね、2キロぐらいあるんですよ、空でも。すごい重たいの。営業マンとか持ち歩くじゃん、バッグを。営業マンの場合はナイロンとかのカバンの方がいいと思うよ。竹置靴とかでいいんじゃない？これ竹置靴はよくサラリーマンの頃使ってたね。そんなになんか目立たないし、そこまで高くないし。重たい重たい。そうだね、この時間はね、激戦区ですね。ゴールデンタイムってやつですね。だんだんふわっちも人が集まってきたから、人の奪い合いになってるよね。まあでもね、この時間で60名見てもらえるっていうのは嬉しいですよ。サラリーマンやってたこと2回あるかな？ 2 回あります。
あのね、1回目は、営業の営業マンやってて、2回目はね、人材派遣会社の社員やってた。付け回しって言って、日雇いの人たちを、スポット派遣の人たちをどこに配置するかとか、あと、登録会の説明とかやってたりとかしてて。そこは給料まあまあ良かったね。残業なしで27万ぐらい手取り。手取りじゃなくか。27万ぐらいで。手取り24万ぐらいだったかな。で、3年間働いてると、課長になれるんですよ。今、配信業ですね、僕は。配信1本でやっていきます。今、バイトもやってるけど、今月で辞めるんで、来月から配信1本で仕事になりますね。自営業って言ったらいいのかな。サラリーマンできると一番いいんだけどね。いや、尊敬なんてどんな。ただのゴミクズです、僕は。普通に働けないから配信業やってんだから。普通に働けるんだったら普通に働いた方がいいんだよ。尊敬なんてとんでもない。尊敬したらダメだよ、逆に、こんなの。体調少し良くなりましたね。どうも、いらっしゃい。少しだけ良くなりました。咳が落ち着いてきました。おかげさまで。応援ありがとう。ちょっと咳止め薬飲むね。配信業の方がサラリーマンより自由だよね。なんかね、日本人って自由って言葉を履き違えてる部分があって、アメリカ人の自由と日本人の言う自由ってちょっと違うんだよ。俺アメリカにホームステイした経験があるからそれよくわかるんだけど、アメリカ人の言う自由っていうのは、リバティなんだよね。アネトンっていう薬です あ、晩ご飯いいね。リバティってどういうことかっていうと、日本人の自由ってフリーダムの側面が強いんだけど、アメリカ人って自由は自由なんだよ。本当に自由なの。びっくりするんだよ。空港を降りた瞬間に、寒い日でも T シャツのやつもいれば、パーカー着てるやつもいれば、革ジャン着てるやつもいれば、なんて言うのかな。本当に、自分は自分、他人は他人って感じなんだよ。風船20個ありがとう。もう自分は自分、他人は他人なの。だから本当に自由なの。考え方も思想も行動も全部自由なの。ただ、その代わり、アメリカ人が一番気をつけてるのは、自由には責任が伴うっていうのはよくわかってるの、彼ら。本当に責任を取るの。自分の発言に。日本人はね、だからね、何でもありみたいなのが自由だと思ってんだよね。それは実は間違いだよ。何でもありはダメだよ。自分が何やってもいい代わりに、自分の行ったことは責任を取るっていうのが本当の自由なんだよ。で、中国人の自由も面白くて、中国ってすごい規制の多い国じゃん。だけど実は彼は心が自由なのね。だからすごい なんでかっていうと、彼らっていうのは縛られたものからの解放っていう意味で自由を勝ち取るっていうのをよくわかってるから。だから日本って何でもね、側は自由なんだけど、何やってもいいんだけど、実は生き方とかにさ、自分でがんじがらめにしてるでしょ。だから全然自由に感じないらしいよ、中国人からすると。123ワド2いらっしゃい。だから何か自由っていうのはなんかだらけてるとか何でもありみたいに思われるけど、俺はそんなことないと思ってて、自由っていうのは勝ち取っていくもんだと思ってるね。で、それに対して責任を負っていくことだから、サラリーマンよりも責任は重たいと思うよ。会社は面倒見てくれないからさ。新しいフォロワーさん、キョムさん、フォローありがとう。
ダメになった時自分のせいにできるかどうかだよ。いい時も自分のおかげだけど、悪い時も自分のせいっていうふうに考えられるかどうかだから、誰かのせいにする人が多いでしょ？日本人って。責任はどこにあるのかって考えるじゃん。問題が起きた時に。で、責任のなすりつけ合いが始まるじゃん。俺らはそういうのできないから。自分でやったことは自分で責任取っていかないといけないし、結果を受け入れていかないといけないのよ。ミュールは脱。それは結構大変なことだよ。だから、サラリーマンよりもこの仕事がいいっていうふうに俺は思ってなくて、サラリーマンできる人は素晴らしい人だから、いいことだと思うよ。羨ましいと思うもん、サラリーマンできる人が。自分には向いてないだけで。俺はサラリーマン無理だったのね。サラリーマンって何なのかって言ったらさ、上司とか顧客の要望に完璧に応えることなんだよ。それが最高の結果を生むことじゃないとしても、クライアントの要望に応えていく、上司の要望に応えていくっていうのが仕事だから。要は言われたことを淡々とこなせる能力みたいなのが必要なのね。あとは組織だから気に入られる能力っていうのも必要なんですよ。俺は向いてないですね。人に言われて何かをこなすっていうのがすごい苦手な生き方してるから、自由にやりたいって思っちゃうから、その代わり食えなかったらもう死ぬっていう。でも、もしニートとかやってたりとか何もやることがない人がいるんだったら、生主やった方がいいかなとは思うよ。何にもやらないっていうのはもったいないから、人生。好きな時間に仕事できるっていう意味で配信業は重要。そうだね。配信もちろんするよ。俺が配信しなかったらなんで旅するんだってなるでしょ。来月の4月10日から1万人リア凸の旅に出るんで、皆さんリア凸で応援してください。皆さんがリア凸してくれないと企画が終わらないっていうね、地獄のルールなんで、みんなリア凸してね。ポスター旅に持ってくの？持ってかないよ。持ってかない。サラリーマン嫌でもなるのは簡単で、嫌で自分の好きなことで勝ててる。いや、サラリーマンって簡単じゃないと思うよ。やっぱり俺、グーグルの社員の仕事見たことあるけど、グーグルとかすっごい優雅に働いてんのよ。もう私服で自由だし、すごいゆったり、のんびり働いてんのね。グーグルとか YouTube の社員って。その代わり、グーグルに入るってめちゃめちゃ難しいことじゃん。だからやっぱりね、一流の会社とかに勤めるっていうのは大変なことだよ。乃木編、おはよう。行っていいよ。もちろんもちろん。むしろ来てくれないと終わらないから、ガンガン来てください、皆さん。みんなにリアトしてもらわないと俺の旅は終わらない。早く帰ってきたいから、みんな早く、みんないっぱいリアトして。
でも自営業はやっぱお金稼ぐのがすごい大変だから、青天井って言ってさ、簡単な話、100万円でも1億円でも100億円でも稼げるわけですよ、1日で。もう無限の可能性があるのが資本主義だから。だけど、その1円稼ぐのが難しいんだよ。ゼロからそのお金を生み出すっていうのはものすごく大変なんだよね。だからそこだよ。まず自分が食っていけるようになるかどうかっていう。そっから。すごい時間かかると思ったら3日ぐらいで1万人終了したらどうする？絶対ありえないよ、そんな。それは自分の実力分かってるから。最初の100人とか1000人まではポンポン行くと思うけど、そっから大変だと思うよ。そっから大変だと思う、本当に。どうぞ。風船70個ありがとう。風船ありがとう、ミュール。サンキュー。そっからですよ。頑張らないとね。どの辺旅する？日本全国だよ。日本全国旅する。全都道府県はクリアするから。で、その中で1万人会いに行こうと思ってるから、もう本当近くまで来たらぜひ会いに来てほしいんだよね。そうそうそう、1万人にさ、顔知ってもらってるってでかいじゃん、リアルで。ギターは弾けないね。そうだね。ギター持ってくのもありかなと思うけど、それは次回かな。のんびりね、回ろうと思ってるよ。見聞を広めていこうと思ってる。旅やっていく中で仲間も増えていくでしょう。いろいろと。一緒に回ろうかなって。
最近気になった都市伝説ありました。ほう、どんな都市伝説だい？ほうほう、なんだろう、なんだろう。東日本淡路阪神・淡路大震災、アメリカテロ、全部46分に起きてて人工的にっていう。俺はね、そういうのはね、あんまり信じないかな。ハープとかそういう話になると思うんだけど、人間の脳みそってどういうふうに、都市伝説がなんで生まれちゃうのかっていうのが、とある関連性のない2つのものを並べた時に、それを結びつけてストーリーを作るっていうのは、人間の脳が持ってるっていうのはもう証明されてるのね。だからね、結局こじつけなんだよ。なんていうのかな、結構ね、科学的にっていうか論理的に思考ができない人が騙されやすいっていうの、もちろんその都市伝説の中にはこれ本当だろうみたいなものもあるんだけど、全部が全部都市伝説を真に受けちゃう人もいるから危ないと思ってて。で、アメリカのテロとかって、アメリカが自分にテロを行われてて、で、東日本大震災はアメリカが行ったっていうのはちょっと考えづらいよね。まあ、ただアメリカのテロに関して言ったら、ブッシュが起こしたわけじゃん。あれはでもね、パパブッシュがね、アルカイダを作ってるんですよ、もともと。作ってるっていうと語弊があるんだけど、アルカイダをずっと支援してたのってパパブッシュなのね。都市伝説結構信じちゃうのは結構危ないと思ってる。自分で裏を取りに行けないと危ないよ、そういうのは。まあ都市伝説の中よ、真実だったことっていうのはいくつかあるんだけど、さすがにね、東日本と阪神・淡路とアメリカのテロが全部46分に起きてるから何かっていうのはちょっと短絡的すぎるかなっていう。自作自演説は濃厚だろうね。自作自演説っていうかね、まあ誰がやってたのかっていう話なんだけど、誰が自作自演してたのかっていう話なんだけど、自作自演っていうよりもね、あれはね、ブッシュが、エコ、神のいたずら。いや、単純、よくね、例えば言うんだけど、血液型何型ですか？一緒だ、私も B 型なんです。4分の1の確率で、まあ正確に言うと4分の1じゃないんだけど、全然。血液型は4種類しかないわけじゃん。もっと言うなら、誕生日一生すごいって言うけど、365日しかないんだよ。だから、365人に会ったら1人は誕生日一緒な人なんだよ。だからこういう数字のトリックに騙されちゃう人っていうのは結構いるんだよ。例えば、誕生日1日違いだ、すごいっていうのを入れたら、365分の2なわけじゃん。わかる？だから、180人に、一人は絶対誕生日前後の人がいるんだよ。っていう風に確率で考えるとそんなに難しいことじゃないと。で、今言ったさ、46分に起きてて、なんつうの？全部46分に起きてるから人為的だ。誰かが仕掛けてるに違いないっていうのはさ、世界中で地震が何個あったよ。世界中でテロが何個あったよ。そのうち60分しかないわけだから、60分の1でカウントできるわけじゃん。そうするといくらでも結びつけられるわけ。で、都市伝説を語る人っていうのはこういうのを巧みに使ってくるのよ。例えば数字の6はどうこうとか、数字をよく使うんだけど、数字っていうのは10種類っていうか9種類しかないわけ。9種類しかないわけよ。っていうね、単純なからくり。1日違いなら、1日違いだったら、あれじゃん。2つしかないわけだから。だから自分の誕生日とビダっていうのをカウントに入れるんだったら3だけど。一日違いっていう言葉を使うんだったら2しかないわけでしょ。前の日と、後の日でしょ。自分の同じ誕生日をカウントに入れてないから。っていうふうに数字のトリックに騙されやすいのね。関連性がないわけじゃん。別に。全く。季節、あ、夏に生まれたんですかって。あ、じゃあ僕と一緒ですね。みたいな。だから何なんだって話だ。お父さんとお母さんがセックスした日が近かっただけでしょ。1円、5円、10円、50円って。
そうそう、当日だからちゃんと日本語1日違いっていうふうに自分で書いてるじゃん。 騙されじゃん、言葉にも騙されじゃん、それ。っていうように、その関連のありそうなことと関連のなさそうなことっていうのをうまく巧みに使って結びつけていくんだよ。例えば都市伝説よりももっと怖いことがあって、日本人なのに知らないことっていっぱいあるんだよ。例えばね、この硬貨と、この50円とか500円の硬貨と、例えばそうだな、ちょっと待って、どこ行った。例えばみんなお札を用意してほしいんだけど、お札、例えば5000円札だったら、これ発行してるところどこ？これ発行してるところ。あ、誕生日おめでとう、ブハさん。ハッピーバースデー。これ発行してるところどこかわかる？みんな。これを発行してる、製造してるところ。それくらいわかるでしょ？日銀だよね。で、硬貨っていうのは日銀で発行してないんだよ、これ。みんなこれとこれ一緒だと思ってるんだけど、これは日本国が発行してるの。こっちは日銀が発行してんの。で、日銀っていうのは民間企業だっていうことも知らないんだよ、みんな。政府の子会社だと思ってるでしょ。違うんだよ、民間企業なの、一応、建前上は。で、なんで硬貨の方は日本国、国って書いてあるかっていうと、戦争とか有事の際にこれって、兵器に転用できるでしょ。要は政府がガーって鉄を集めて、兵器作らないといけない時とかに作れるじゃん。そう、意外と知らないんだよ。でもこれは都市伝説じゃなくて事実じゃん。こういう方が俺は面白いと思うよ。なんで硬貨っていうのは国が保有してて、紙っていうのは日銀が保有してるのかっていうの、全部理由があるんだよ。知らんかったでしょ、意外と。そう。なんで鉄を保有してるのかって言ったらさ、それはあれだよ、兵器に転用ができるからだよ。お札はあくまで日銀券っていう小学生の頃に習ったぞ。だけど硬貨が日本国だっていうのを知らないんだよ、意外と。普段使ってるものに、その目を向けられてないんだよね。いろんな理由があるんだけど、もともとお金っていうのは金本位制って言って、硬貨とか金とかを裏付けにしてお金を発行できる数っていうのは決まってたのよ。今はもう金本位制じゃないんだけど。陰謀論全否定する人いるけど、それもどうかと思う。俺全然全否定はしてないよ。そうじゃなくて、その全部鵜呑みする人は間違ってる。全部否定する人が間違ってて、考えることを否定してることが危ないよっていうことを言ってんの。考えることってすごく大事なことなんだよ。全部理由があるの。いろんなことには。世の中には頭がいい人が全部仕組んでるんだよ。そう。全部理由がある。理由のないものはないんだよ。だってさ、よくよく考えたらさ、全部紙にした方がコストは下がるわけじゃん。鉄の方がね、価値が高いわけだから。なんで紙にしないの？コストが安くなればいいって問題じゃなくて、コストを抱えてないとできないことっていうのがあるんだよ。
レールガンね。ドラさん心配してた。ドラさん連絡取ってるよ、全然まめに、すいません体調不良です。体重が落ちるのが止まってないからね、どこまで下げていいのかちょっと困ってますよ。出る必要がないでしょ、フリーメイソンの単語は出ないですよ。ただ十字軍とかは出るじゃん、ちゃんと。十字軍出てるでしょ、エルサレムの奪還とか習ったじゃん。日本の歴史っていうのは記号で教えるから、なんでそれをやったのかっていう背景みたいなのも教えないじゃん。なんであの織田信長が比叡山を焼き討ちしたのかって意味わかんないでしょ、あれ。意味わかってる人いる？なんで織田信長は比叡山延暦寺って言って日本の仏教の総本山を焼き討ちして女子供を皆殺しにしたか、わかる？わかる人いる？説明できる人多分いないと思うんだよ。でそれが天下統一につながってるんだよ実は。えみちゃんこんばんは、すごいつながってるの知らないでしょ。あれっていうのはもともと仏教がすごい権力を持ってたの、日本っていうのは。例えば村八部って言って、筋トレ最近やってないですね、あの村八部って言って戸籍謄本を作ってたのは村だったの。学校として寺子屋って言って寺で学問を教えてたから、学校そのものもあの寺だったので、ほとんどが仏教徒なわけだったから、すごい寺っていうのは権力を持ってたの。しかもお布施で生活してたので、織田信長の超頭がいいところっていうのは、そう、僧侶っていうのがもう、そう、の武器とかを持って強くなってたんだけど、権力を持ってたからね。織田信長が考えたのはすごく頭が良くて、要はこの仏教と比叡山っていうのを、要は国として考えたの。そうしたらすごい兵力、要は国民が一気に暴徒化して、その、全部が兵隊さんに変わるわけじゃん。で、さらに生産力とかも全部考えたら、俺らの国よりも強いと。要は比叡山っていうのを焼き討ちしとかないと天下統一ができないっていうぐらいのすごい権力になってたことを分かってたから、だから比叡山を焼いたんだよ。そう、女子供も恨みも全部なくすために全部殺したの。そう、だからその天下統一の前の布石なんだよあれって。要は兵力として考えてたの、比叡山を。まあ日本っていうのはフリーメイソンが裏で操ってるっていうのは、それはねさすがに暴論、それはない。フリーメイソンよりももっとでっかい組織なんかいくらでもある。それは世間を知らないだけだよ。大虐殺、大虐殺だよ。アメリカの海の放射性物質をごまかすために福島原発を地震で人工的に爆発させた演出って言ってた。ほうほう、ブルーサンさんいらっしゃい、こんばんは。ありえないよ。筋トレどころかね、もう肺炎になっちゃって、あのトレーニングができない状態です今。原発人体実験をする、人体実験っていうよりも原発そのものを実験するってことね。人体実験っていうのはちょっと違うかもしれない。人体実験も含まれてるけど、
その核を落とした時にどういう風にその土壌が汚染されるのとか人体にどういう影響あるのかっていうのを調べてた。それが人体実験でしょ。人体実験だけのためにやってたわけじゃないから。だからその2種類の原発をわざわざ落としてるのよ。長崎と広島で全然違う原発を落としてるでしょ。こもった咳になるよね。肺の奥の方でなる咳ね。ネットの情報を鵜呑みにするとかね、テレビ雑誌の情報を鵜呑みにするのは結構やばいよ。特に日本の報道なんかね、全然自由に報道できてないから。初コメありがとう。ミコさんありがとう。もしよかったらフォローしてってね。いや、ムーを信じるっていうのはもう愚の骨頂だよね。絶対ありえない。やばいよそれは。中学の時にメディアリテラシーって習ったけど、調べてみると習ってない人結構多いらしいね。中学校の頃にメディアリテラシーは絶対習わないよ。それを教えたっていうのは先生が素晴らしいことだよね。ありがとうね。うん、ありがとう。ワドの体調不良が治るのが先か、俺氏の腰痛が治るのが先か、知らないよね。俺は早く治したいよ。な、腰痛持ってんの今。いや、タバコはだからいつも言ってるけど、俺は別に肺がんで死のうが、タバコ好きで吸ってるから本望だから、タバコは吸いたい時吸うよ。タバコを吸わないストレスの方が俺はやばいから、タバコはずっと吸い続けます。タバコ好きなんだよね。俺はタバコの害悪よりもストレスの害悪の方がやばいと思ってるから。ストレスは人を殺すから。今月どれくらいポイント稼いだ？いや、書いてない。あ、書いてないか。まあ、目標金額に対してこれくらいですね。なんで？今こんな感じかな。タバコ吸わないで鬱になる人いるって聞いた？タバコ吸わなかったら俺鬱になるね。
月間履歴見てたら右肩上がりできてるね。いや、今月はひどいね、ちょっと。売上ガタ落ちですよ。今月はちょっとやばい。ピンチです。86万あと稼ぎたいなと思ってるけどね。あと4日間で。1日20万ペースだね。花火爆投げされないと無理だね。博識に、え博、え広行に、え、似てる？広行っぽくない？ちょっと。ひろゆきっぽいでしょ、顔。先月バレンタインでお金使っちゃった。これベルトいくらだったの？結構いいやつだったの。和道さんクラスで月収いくら？どうだろうな。15万超えるぐらいかな。ひろゆき全然意識してない。ひろゆきは好きだよ。ただ、なんだろう、この人みたいになりたいな、みたいなのないね。すごい頭のいい人だな、とか。ああ、すごい人だな、っていうのはあるけど。なんか自分のメンターって言って、そう、自分の、この人みたいになりたいなっていうモデルではない。まあ、すごい人だとは思うけど、ひろゆきみたいになりたいって言ったこと一回もないはずだよね。バレンタインのアイテムだけだから、そっかそっか。ありがとう。まあ、和道リスナーがね、和道好きって言ってる人が他の生主アイテム爆投げしてんの見るとイラッとくるけどね。おっさんは全然メンターじゃないよ。全然メンターじゃない。俺はメンターにしてる人はスティーブ・ジョブズとか、あと、誰だろうな、マイケル・ムーアとか。そういう人が好きだね。まあ、いっぱいいるんだけど。マイケル・ムーア好きだよ。4月からの旅の準備大丈夫？全然準備してない。全然準備してない。何にも考えてない。考えると不安になるっていう癖は分かってるから自分で。考えない。悩まないっていうのが俺の生き方だから。悩まないように、悩まないようにしてるね。そう、勇気があれば俺は何でもできると思ってるから。ちょっと無鉄砲かもしれないけど、勇気だけで押していこうと思ってるね。勇気だけでいこうと思ってる。ひろゆきは意識してないの、ないのよ、からの？からのって何？ひろゆき全然意識してないよ。頭良すぎるよ、あの人は。結果も残してるし。いい生き方してるよね。すごい、いい生き方してると思うよ。ただまあ、なんだろう。俺もああいう風になりたいなって思うところはないかもしんないな。特にないかな。新しいフォロワーさん、イドチンさんフォローありがとう。電気とかどうすんの？まあ電気使わなければ別に基本量だけでしょ。ブレーカー落としていこうと思ってるけど。水道とかむちゃくちゃしっかり閉めて。負けないよ。頑張るよ。タカシーさんありがとう。ゴルゴ、バーガー5個ありがとう。アイテムありがとう。ぜひぜひアイテムで応援してください。よろしく。ありがとうございます。バガーここありがとう。
テレチャンピンがライブハウスでドンツキ。いいじゃん、楽しんでるじゃん。羨ましい。いいね。俺ライブハウス全然行ってないな。たまにはね、誰かのライブとか見に行きたいよね。遊んでばっかりだな、あいつ。羨ましいぜ。テント使う？充電ができないからね。テントは使わないかな。充電ができるところ行かないといけないから。配信者はバッテリー問題だな。バッテリー買わないといけないんだよ。ネカフェとかだろうね。ふわっちで配信知ってる知ってる。全然知ってるよ。頑張るよ、ありがとう。じゃあ、月面混じりの下痢してくるから落ちるね。はい、いってらっしゃい。震災あったら福島には行かないよね。いや、俺は別になんか、全然行っていいと思うけど。なんか、何々したらダメっていうのが、なんか、結構間違った使い方してる人多いなとは思うけど。俺全然そういう時ほど行くべきだと思ってるけどね。まあ人によって考え方違うからあんまりあれだけど、のんたん一緒に行くか行かないか、のんたんが決めることだから、俺は全然わからん。のんたんが行くか行かないかは、のんたんが決めること。別に俺は一緒に行くっつったら全然拒まないよ。全然拒まないし、一緒に行こうよって。別にのんたんに限らず、どんな人でもそうだよ。旅は道連れって言うじゃん。
新しいフォロワーさん、モリソンさん、フォローありがとう。目が点になってる。目が点になってた。なんだ、目が点になってるってなんだろうね。なんだよ、目が点になってるって。大阪行くとき一緒に行く？いいよ、全然。ぶっちゃけ YouTube の収入あるし、いやでもそんな多くないぞ、 YouTube の収入そんなに多いわけじゃないよ。まあ1万超えるぐらいだから、まあそれがね30万ぐらい安定して入るようになったらめちゃめちゃでかいんだけどね。 YouTube の収入がすごい入ってくるようになったら大きいなとは思ってるけど、そんなに多いわけじゃないよ YouTube の収入は。なんか弁当買ったけど食わないって初めてだな。とんかつ弁当あるんだけどもう冷えちゃったよ。食欲が全然湧かない。どんどん痩せていくよ。ヒゲだいぶ伸びたな。そろそろ長さ整えた方がいいかな。こっち側が跳ねるんだよね。ハドさん東京いなくなるのガチ寂しい。よく言うわよく言うわ、また絡みたいですね。いろいろコラボしていきたいですよね。大阪先輩、ていうか大阪先輩と東京先輩と辰彦はこれもうさ、小手半どれが正しいの？大阪先輩って呼ばれるのが正しいの？なんでさみんな小手半を変えるの？なんかさみんなは大阪先輩って呼ぶけどさ、なんなんだみたいな。結構有名小手半なんだね大阪先輩は。あと大阪に住んで関西人になるのありだよね。あー関西人か。俺は四国に住みたいなとは思ってるけどね。四国の風土とかがすごい合ってたから好きなように。いやなんか迷うんだよね。どれで呼んだらいいんだって。そのさ、その東京先輩アットタチュヒコって書いてあるけど、アットマークの使い方知らないからこういう使い方してんだよ。アットマークの意味知ってる人みんな。なんかね、俺ね、アスペだからこういう文字みたいなのすごい気になるんだけど、アットマークってどういう意味か知ってる？これって意味あるんだよ。この東京先輩アットタチュヒコって間違ってるのよ、絶対。本来だったらタチュヒコさんが使いたい意味はタチュヒコアット東京なんだよ。うん。ゆゆがすごく好きって言ってた。そうなんだ。のんたんが激横になるな。そう。アットマークは偽名って意味じゃないのよ。アットマークの意味知らないでしょ、みんな。アットマークって今ここにいますよって意味なの。知ってた？アットマークって私はここに所属してますとか、この場所にいますよって意味なの。だからそうメモとかするときにアットマーク書いて今いる場所を書くのよ。そうだから東京先輩っていう人がタチュヒコに所属してるとかそういう意味になるのよ。全然意味わかんないじゃん。全然意味わかんないでしょ、うん、そう
あれ、アットマークの使い方をね、みんな、だから、和道押しも違うんだよ。のりこ、アットマーク和道とかになるはずなんだよ、本来は。のんたんも使い方間違えてるんだよ、アットマークの。要は、ここに属してますよとか、ここにいますよみたいな意味なの。和道推しの人に属してることになるから。うん。うん。あ、エミちゃんごめんね。ここ、コツのチャットじゃないから、前も注意したと思うんだけど、あんまりリスナーさんに、リプは全然禁止してないけど、それがメインになるとちょっと困る。申し訳ないけど。エミちゃん、挨拶ぐらいにしてもらいたいかな。コツのメールのやり取りじゃないから、ここは。別に、リプライ禁止全然してないけど、議題からそれすぎ。うん、申し訳ない。和道のライブありじゃん。アットマーク和道生放送とかありなんだ。ゆうゆう風船ありがとう。こんばんは、みーこさん。すいません。いやいや、もう、えみちゃんが結構それよくやるから。特にほら、のんたんは生主じゃないから。そうそう、友達探す場所じゃないから、ここは。うん、そうそう。それが苦痛なリスナーさんもいるんだよ、えみちゃん。そう。放送、私放送に集中したいのにっていう人もいるからさ。別に、挨拶とかやりとりしたりとか、一言二言ぐらいならいいけど、ずっとさ、もう、それコツでやれよってなっちゃうな。そう。そう、みんなが見てる、100人が見てる場所だからっていうのは意識してもらいたい。俺もあんま言いたくないけど。ゆうゆうちゃんはあれだよね。あれに似てる。スティッチにすごい似てる。わかる？スティッチにすごい似てる。コメントが流れるからないんだよね。これあんま言いたくないんだけど、エミちゃん傷つけることになるから。嫌な時もあるのよ。ノンタンが。ノンタンが嫌がる時もあるから。そう。例えばその人の放送を見てる時にずっと絡まれたら、返さないといけないなっていうのあるじゃん。うん、セックスしよう。絶対しない、うん。うん。そう、コメントが流れるからじゃなくて、それを嫌がるリスナーさんもいるのよ。実は。だから、そう。そこは、あれですよ。やばい、マナー守っていかない。例えば映画館で、簡単に言うと映画館で、あ、今から始まるねとか一言ぐらいならいいじゃん。こうカップル同士みたいな。それがさ、1時間ずっと横で喋られてたら周りの人うざがらない。いやいや、お前家でやれよ、みたいな。だったら DVD 見ろよってなるじゃん。そういうことね。うん。いや、挨拶とかいいんだよ、エミちゃん。全然。うん。ただ、絡みすぎは良くない。うん。そう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 。バカプレゼントありがとう、ヤスさん。いつもありがとう。ゆうゆうちゃんはやりまんなの？なんなの？俺、ゆうゆうちゃんのことあんま知らないから、あれなんだけど。うん。まあ、かわいい女の子だよね。風船ありがとう、ゆうゆうちゃん。ダメよ。やっぱり女の子っていうのは、好きな人とセックスしないとダメよ。好きな男に抱かれる以上の幸せはないんだから、女の子は。うん、俺はそう思うよ。うん、やりまんじゃないの。やりまんじゃないよっていう子全員やりまんなんだけど、俺の知り合いの中でやりまんじゃないっていう子ってやりまんなんだよ。今、やりまん確定だよ。俺は人の女を抱く趣味はないから。ドレさんの指導のもとトレーニングの調子はいかがですか？実はね、すっごい楽しくて楽しくて、もうドレさんのトレーニングは最高なのよ。もうむしろずっと毎日習いたいっていうぐらいなの。本当に。ドレさんがトレーニングしてる横で俺も同じジム通って、ドレさんからずっとワード違うよとかやられたいのよ。だけどまあ俺はファイターじゃないから、すごくいい時間を過ごさせてもらったよ。実際にその強くなる感覚もあったし、その技術を覚える感動みたいなのがあるのね。ジャブって何なんだとかさ、理屈では分かってるわけですよ、みんな。パンチを打つ
当てる。ただ体では分かってても強いパンチを打とうとするの。うん、うん、いいよいいよ、エミちゃん気にしないで。エミちゃんのこと俺大好きだから、うん、だけどみんながやっぱね、見やすい環境を作らないといけないから、俺はごめんね、なんか放送中に言っちゃって、うん、だから楽しんでって、エミちゃんのこと大事だからね。みんな初心者に対して教える、うん、まい、抜群にうまいっていうのも、ドルさんはすごくて、その今和道に必要なものしか教えないの。今この時点で必要なもので、次のことを教えないの、覚えるまで。それが抜群にうまいの。今はこれっていう。だからドレさんからしたら覚える技なんかいっぱいあるよ、腐るほど。だけど3ヶ月か、今これくらいの運動神経か、じゃあこの技だなっていうのを的確なんだよ。でそのそう、リスナーさんとレスバトルになるわけじゃん、バトルのことになると。でもドレさんよくロムってるんだよ、うん、エミちゃんいいよ、大丈夫だよ普通に見よ、うん、でそのなんつうのかな、そのレスバトルになった時、ドレさんが潜ってて、ワード、あれは正解だよと、お前俺が教えたことよく分かってるわって言ってくれんのよ。例えば接近戦になって、その首相撲をやった方が倒れるに決まってるじゃんっていうコメントが流れるわけよ。俺も分かるの、その気持ち、素人だったら。だけど首相撲の距離っていうのは肘、膝、パンチ全部もらう距離なのよ。で攻撃と防御っていうのは実は格闘技の世界一体なのね、うん、要は攻撃が当たる距離っていうのは相手の攻撃をもらう距離なんだよ。理屈上そうでしょ。もちろんリーチの差とかいろいろあるんだけど、だから俺はその距離に入るっていうのは賭けだと。要は自分の体力がないとか、もう相手がビタビタに密着してくると、こういう時に仕方がなくやる距離な、だから俺は距離取るよっていうコメントをすると、後日ゾルさんからメールとかあった時とかに、ワードそれでいいんだよって、俺が言ってること分かってるよみたいな感じで褒めてくれるの。褒め上手なんだよ基本的にドルさんって、うん、もちろんさ、素人だから至らない部分っていうのはたくさんあるわけよ。そうジャブ一つにとってもどかしいはずなの。そうじゃないワードっていうのあるんだよ。そうでも俺の中にもあるのよ、その覚えてない部分が。自分の体と向き合っていく作業だから、それが楽しいんだよね。そうで自分流拳法になってくの絶対、うん、おやすみー、見える和道さんの、戦いがドレさんの監督指導の見せ所。そうだね、俺はだからドレさんとかさ、タイガーとかさ、達彦さんとかさ、そういう人たちの、まあユーユーとかノンタンとかさ、いろんな人たちの思いを、まあそれこそ匠さん、レクチとかね、ここにいる全員だよねの思いを乗せて戦うわけだから、負けらんないよね。ドレさんに恥かかせるんだもんだって。負けたらドレさんの指導が悪かったって言わせちゃうんだもん、リスナーさんに。絶対そんなことさせないよ。いや、ドレさんの選手良かったねって、あんなにヘッポコなね、和道をテルジャンビンに勝てるようにしたんだから、ドレさんすごいよってね、ドレさんに自慢させね、ドレさんが鼻が高くなるようにするのが恩返しだと思うから、俺は勝つよ。旅で縄跳び、旅縄跳びだね、本当に。ずっと縄跳びとシャドウだね、ひたすら。で帰ってきて2週間前に合宿があるから、そこで合宿で当て感をひたすらつけるっていう、殴る距離、もう頭の中でイメージとプランはできたから。残り2ヶ月、2ヶ月もないか、もう2ヶ月あるか。残り2ヶ月のその自分のやるべきことっていうのは見えてきたから、それは徹底してやろうと思ってるよ。テルジャンピンを倒すためだけの。俺の武器は左のストレートと、あとローキックしかないんですよ今。あとはドレスペシャル、うん、ドレスペシャルが出たらもう絶対勝てるから。あと左の差し合いだったら絶対勝てるし、あとローキックはまあチャンピンも得意だから、まあワンツーローだよね。ワンツーローに磨きをかけないとダメだと思ってて、ワンツーロー、ワンツーロー、ワンツーローで足を崩すと、で足が動けなくなったらもう殴り放題だから、相手も蹴れないんだもん。棒立ちになってもう防御もできるわけでしょ。もうぶん殴りまくりだよ。残り2ラウンドもう足壊すことに専念だよ。第1ラウンドは
足を壊して壊して壊して、利き足をもう棒立ちにさせて、でスイッチなんかしてみなよ、うん、足もうかばってスイッチなんかしたら、もう一個の足ぶっ壊しちゃえばいいんだから。風船ありがとうエミちゃん、バカありがとうヤスさん。俺はだから蹴りまくるよね、相手の足が壊れるまで蹴って、であとはこっちのもんですよ、あとはこっちのもんだよ。もうそしたら試合なんか絶対勝てるんだから。だからいきなりパンチなんか当てにいかないよ俺、フィニッシュブローだから。あとはまあロシアンフックとかね、いろんな教わったバックブローとか、回転系の技とかもあるし、うん、漫画見すぎだろ、漫画大好きだもん俺漫画大好きよ。アジュさんいらっしゃい。ちなみに俺全部教わった技を言ってんだよ今、うん、ちゃんとスパーでやってる技ね。じゃあ振り返ってみる、振り返ってみようか。秋葉原、え、ひさくし喋って良いのですか。喋って大丈夫。なんでかっていうと、頭で分かってても対策なんかできないから。もう練習で対策するもんなの。もう何ヶ月も前から対策してないと体が動かない。頭で分かってても無理よ。うん。頭で分かってて、理屈で避けるとかね、そんな反射神経のいいのなんかプロの世界だよ。だからね、相手のトレーニングとかも見たいんだけどね、本当はね。もっと、その、どういう風に動くから、こういう風に動こうとか、対策練りたいっすよ、僕も。だけど、テレチャンピンが練習見せないからさ、多分裏で練習してるんだろうけど、そこはちょっと厳しい部分があるよね。どうやって、だから自分が強くなるしか方法がないから、今は。もっと練習動画やってもらいたいんだよね。ちょっと上がってるんだけど、練習動画。なかなか見せてくれないんですよ、テレジャンビンが。まあ、練習しないって公言してるらしいけど。これが最後の練習になっちゃったかな。東京から帰ってきた達彦さんに思いっきりスパーリングやってもらおうかな、1週間ぐらい毎日。これはまだダメな距離なんだけどこれ一発でやられたやつね達彦さんに一発でやられた、ぶっ壊されたっていう。これ痛かったよ、痛えぞこれ。みんな笑うけどさ、ほんと痛えんだから。痛いよこれ。もうね、全部正気に戻る。もうこれもう負けですよ。これは痛かった。これはマジでね、桃感。ローキック一発で終わるんですよ。超痛かったよ。いや、これはいい経験だった、本当に。その今俺はいや笑うよ。だからこれを防ぐためにカットを覚えないといけない。腹やっぱ痩せたな俺、腹出すぎでしょ、腹変わったね。この距離はダメな距離ね。ちなみにこの距離はダメなの、俺からすると。この距離で戦うのはダメね。これは俺のミス。そこじゃない、俺の距離は。下がったらダメ、あと。下がるくせ。この辺、この辺ね。この辺、
そう、この辺の距離が俺の距離なの。で、相手が下がったら有利、自分は。いいジャブがね、2発あるんだよ。そう、ちょっと遠いんだよ、俺の距離。こう。で、追いかけるジャブがね、いいんですよ。だから下がる癖をね、俺はなくす、今後。下がって避ける癖がついてるから。だから、至近距離のブローで相手を下がらせる前蹴りだよな、トレーニングしないといけないの。前蹴りで距離測らないとダメなんだよな。この後に出る。この辺から良くなる。見てて。この辺。この後に出るね、ジャブがね、すごくよ。ここ。これ。これ。これが、多分ね、達彦さんやりづらいはずなの。俺はこれを極めたらいいんだよ。キックは出せないのは意識がパンチに向いてるから俺のミスだね。ここ、この辺、この距離、こっから飛んでくるジャブ、これ綺麗だった。すごいいいでしょ。すごいいいでしょ、これ。これをマスターすればいいんだよ、俺は。この後に出る、これ、これ、これ。これを常に出せれば多分勝てる。あとこれね、ドレスペシャルね。この二つが大事なんだよね。そう。飛んでくるパンチなんだよ。相手はね、嫌なんだよ、これ。多分ね、すごい遠い距離から飛んでくるから、ガードが下がってるんだよ。そう。このイメージ忘れないよ。これ、これ、これ。これね。この遠くからパンってくる、飛んでくるやつ。これ。ステップイン。ステップインの左ストレート。これは当たっても倒れないんだけど、打たれたら嫌なんだよ。だこれでね、下がらせることができたら、すごくいい。自分のファイトスタイルとしては。伸びきってるし、ちゃんと、ステップインもして、距離も測れてるし、これは自分のベストパンチだったね。そしてあと必殺、走って逃げるっていう。うん、やっぱもう逃げるときは走って逃げようと思ってる。これは試合中でも出すと思うよ。ガチンコファイトクラブだよね、本当に。これダメ。頭下げたらもう負け。いいね、青春だね。もうこの 2ラウンド目はボッコボコだけどね。達彦さんのジャブがすごい切れてる。早いんだよ、ほら見て、全然違う。全然違う。バックブローありだよ、全然。これドレスペシャル、これはね、多分ね、あのテルチャンピン対策できないから、これで膝蹴りですよ。楽しいね。あとね、構えもね、だんだん分かってくるよ。自分に合った構えみたいなのができてくるの、だんだん。だん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 分かってくる。あ、自分の体で これがいいなっていう。やっぱり距離が分かんないよね。難しいよね。便所太郎さんにコメントで、回り方逆だって言われてる。やっぱ達彦さん強えな。全然効かねえもん。全然効かない。こっからへばっちゃってるね。呼吸ができない。要はもう肺炎の兆候出ちゃってて。もうガードが下がっちゃうし、パンチも打てなくなっちゃうよ。もうこんなんなったら負けだよ、試合で。パンチも腰入ってないし。あ、みんな切れちゃった。
やっぱ体力だよな。なんだかんで言って体力だよ。どれさん真剣だよ。まあ俺だって真剣だよ。遊びでやってねえよ。真剣にやってるからこうなってんだ。俺だって遊んでねえぞ。これはきつかったな。こうなりますよ。まあこれがね現実ですよ。これが現実、リアリティのある素人が戦ったらこうなるっていうね。これが現実です。回って打つの強そう。あれ決まったら絶対倒れるよ。ただすっごい当てるのが難しいの。回転系っていう技を前回教わったんだけど、あのドレさんが必殺技3個教えるって言って、そのうちの2つなんだけど、バックブローとあとソバット、ローリングソバット教わった。超むずいよね。見てたらわかるよね。超むずい。あれはローリングソバットはめちゃめちゃ高等技術だよ。うん、厳しいよ。シビアな世界だよ本当に。テルチャンピンの方の練習もあるんだけどね。テルチャンピンのやつあるかな。テルチャンピンはって打つのはあのバックブローっていう技ですね。バックブロー、回転系の技です。シャンピンの方見てみようか、動きを。シャンピンの方キャプルね。チャンピンの方はこっちですね。今度はテルチャンピンの動きを見てみましょう。皆さんで、ね、ダメージキックの方効く。まあ蹴りの方が重たいですよやっぱり。あのダメージが大きいのは蹴りだけど、だけどモーションがでかいから当たらないっていうのも結構ありますね。うん、モーションがでかいでしょ。なかなか当たんないのね。今度テルチャンピンの、あの公開されてる動画をキャプります。チャンピンの動きはだ、対比してみないと分かんないからね多分ね。みんなね、スマホの画面だからちょっと小さいかもしれないんだけど、そこはご了承ください。いくよ。これがチャンピンの動きね。やっぱフットワーク軽いよ。これがチャンピンの練習動画。すばしっこいね。さ、気が強いんだよねチャンピン。ちゃんと返してくるっていうか、ほらこれがチャンピンの動き。もう一個あるね。もう一個はこれか。だから今までそのね、ちゃんとしたファイターとやらせてもらってるけど、チャンピオンはほら素人の動きじゃん。そこがどうなるのかっていう不安材料は俺の中にもあるんだよね。そう
俺もまあ素人だけど、これはチャンピンの動きだね。チャンピンは世界チャンピオンでやってるでしょ、キックボクシングの、うん、確か世界チャンピオンに教わってんだよ。それで練習しないって言ってんだよ、もったいないよね。もったいないよね。練習しまくればいいのにね。なんで練習しないんだろう。こんないい環境で練習できるとか絶対ないじゃん。超羨ましいよ。こっそりやってんのかな、うん、気は強いねやっぱ、うん、この情報しかまだ出てきてないですね。チャンピンに関してはこの情報しか出てきてない。だからどういう風に対策したらいいのか全然わかんないよ、こんなの。こんなのさ、あ、こいつはローキック打ってくるファイターだなとかないでしょ。うん。前取りにくいよ、すばしっこいから。うん。やりづれえよ。やりづらいよ、ほんと。だから俺はほらオーソドックスなファイターの人たちがやってるわけじゃん。ちゃんとこう構えてガードが上がってる人たちでやってるじゃん。こんなガード下がってるしさ、気持ちでこんな避けまくっちゃってさ、距離測ってさ、殴られたら思いっきり殴り返すみたいな喧嘩じゃんこれ。こんなんやったことないもん。どうすりゃいいんだよっていう。だからまあ技術は正直言うと俺の方が今上だと思うの。それはまあ見たらわかるじゃん。だからもうフィジカルの強さとメンタルの強さでしょ、あとは。うん。それはやってみないとわかんないからさ。体力差で言ったら絶対向こうの方が体力はあるはずだから。俊敏さも向こうがあるでしょ。あとはメンタルでどこまで負けないかだと思うよ。そう、打たれても打ち返すとか、痛い顔見せないとか。いや絶対負けねえ、何クソっていう根性。マウントは取れない取れない。マウントを取っていいっていうのは、バーリトゥードルールって言って、総合格闘技のルールになるの。バーリトゥードではないから。それは絶対反則。マウント取ったりするのは。いや、マウント取っていいってことは、投げ技があるってことなんだよ。投げたり、その足を引っ掛けたり、倒すっていうのはダメだから、基本的に。立ち技だね。立ち技で一番何でもありなのが、ムエタイルールだから。うん、肘膝あり。ただもう相手が倒れた瞬間ダウンカウントされるの。それはこっちの点数になるの。っていうのも、なんで立ち技ルールが前多かったかっていうと、もう投げられたらマウント取って絶対勝てないっていうのをもう分かってるからなのよ。だから基本的にさ、総合格闘技見てたら分かるけど、マウント取られたりとか上に乗っかられたら絶対ほぼ勝てないでしょ。下から勝つパターンって相当珍しいパターンだ。だから相撲取りでも、その柔道でも、そのキックボクシングの何でも倒れたら負けっていうのはそういうことなのよ。倒れた相手に通撃は禁止なの。空手も本当は本格空手だとありなんだけど、いや倒れてる相手に即戦蹴り、要はここ倒れてる相手の首にガンって踏み込む技とかあんのね。相手を殺す技があんの。でもそれやったら死ぬじゃん。だって相手が倒れてるところにガンって首に即刀狙ってここバキッって言うじゃん。そう、初めて数ヶ月の素人同士は結局喧嘩、スタミナつけた方が勝ち。まあもうそれは鉄板だよ。もうほんとそう、スタミナ勝負だよ、うん、勝利受けばあるよ全然、うん、勝利にでも空手もあるよ。倒れたらこうピッてやってこう一本っていうバッて決めて、でも基本的には実戦では禁止。危ないから、人が死んじゃう技だから。それは殺し合いまで求めてないでしょ誰も。
いや、命に関わりますよ、全然。寝技とか柔道の技なんかコンクリ相手にぶつけたらもう絶対危ないからね。受け身取れなかったら首の骨折れるからね、あんなの。だから柔道って受け身から襲われるもんね。要は死なない技術から襲われるわけだ。咳もうちょいで治るな。あと2日ぐらい見たら治るな、これ。まあ若さとスポーツマンっていうのが圧倒的な有利なところだから、絶対ね、向こうの方が有利だから、そこは。おやすみ。風船5個ありがとう。ゴルゴおやすみ。こんばんは、京介さん。いらっしゃい。気功で石のをぶっ倒してる動画見ました。気功は使えますね、僕は。気功使えますよ。昔からできるんですよ、あれ。いろんな人にやってるよ。アトピーやりに行こうかな。トレーニングの組み立てはこれから。いや、トレーニングメニューはもう全然決まってるけど、今肺炎を起こしちゃってるから、トレーニングも1週間以上休んでるね。日曜日からだから月でしょう。もう1週間ぐらい休んでますね。ちょっとドクターストップで肺が治るまではトレーニング禁止なんですよ、僕は。立彦さん、いらっしゃい、お帰り。
どれさんのところ行ってた？ 縄跳びね、直さないと。縄跳びの長さがダメだったから。今直すか、縄跳び。はい、ワード2。カエルさんいらっしゃい。ワード2。どうすりゃいいんだろう。はあ、最近体調悪い配信じゃん。ありがとう。気をつけるよ。そうそう、完全に喉やられちゃってて呼吸ができないんですよ。ねえ、便所太郎さんもやられてるみたいだし、みんな体調崩しちゃってて大変だよね。あれどうしよう、縄跳びが出てこねえな。俺が失敗したんだよね、間違えたやり方で結んじゃったから。縄跳び、どうしようこれ。縄跳びが壊れた。オールで配信できたの？どういうこと？オールで配信できたって。どういうこと？オールで配信？どういうことだろう。ラムさんいらっしゃい。縄跳びこれ長さが、この旅配信を終えて昔のように牙がある配信な、みんな言うけど昔のある牙の配信っていつの頃言ってんの。昨日つけっぱで寝ちゃった。ああ全然最後まで配信やったよ。あ、見てくれてたんだ、ありがとうね、ラムちゃん。あ、そうだったんだ、そういうことか。ありがとう、寝ながら寝落ちしてくれると嬉しいよね。最後まで俺と俺の放送を見てくれたってことだもんね。一日の終わりをね、一緒に過ごしてくれて。彼氏作りなさい、彼氏。暇人かっていう。最近ね、でも恋愛苦手な人多いらしいよ。恋愛もう興味ないっていう人いっぱいいるんだって。寂しいじゃんね。恋愛した方がいいよ。好きな人がいることはいいことだよ。新しいフォロワーさん、てっちゃんさんフォローありがとう。好きな人と愛し合うのはいいことだよ。あーどうしよう、詰まっちゃってるな。どうしたらいいかな。ここ紐結んだところが詰まっちゃってさ、長さ変えらんないんだよ。これどうしたらいいと思う。これやば。せっかく買ったのに。リスは俺全然もう狙ってないね、俺。もう取れないね。やばい。リスは一回も取ってないよ、今月。まあ諦めたよ。できないの、彼氏。好きな人いないの？好きな人作りなよ。なんでエコー？こんばんは。あ、あのね、エコー入れるんだよ、俺は。シャムさんいらっしゃい。うん、あ、いけるか。もうちょい、もうちょい、もうちょい。あ、いけるいける。もうちょい、もうちょい。あ、奥に詰まった。やばいやばいやばい。奥に詰まっちゃったよ。ああ、縄跳びと戦ってる今。どうすりゃいいんだろうな、これ。全然出てこねえ。どうすりゃいいんだろう。全然取れねえんだけど。どん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 奥の方に詰まっていく。逆効果なんだけど。くそ。どうすりゃいいんだ。失敗したな。どうしよう。縄跳びが取れない。
ああ、参ったな。どうすりゃいいんだろう。失敗したよ。仕事って感じ。まあね、仕事、でもさ、あれだよ。青春は帰ってこないぜ。仕事はさ、死ぬまでやるけど、青春は帰ってこないぜ。何回言うんだよな。ふわっちの帝王じゃないとダメ。そうだね。ふわっちの帝王になりたいね。ふわっちで一番になりたいね。ふわっち大好きだから。ここまで入れて。ああ。全然出てこねえ。風船ありがとう。ジャグさんいらっしゃい。ジャグさんいらっしゃい。ちょっと軽く汗流しに行こうか、この後。お縄跳びが治ったら。全然取れねえな。どうしたらいいんだろう。参ったな。仕事終わりだから BGM 眠くなる。切る。もう28、いいよ、もういい。でも恋愛は全然いくつになってもできるよ。人を好きになることはいくつになってもできるよ。そう、心を閉ざしてるからだよ、自分の。そう、素敵な人見つけなよ。素敵な人見つけて。絶対いるから。練習は相変わらずしてるかい？それがね、肺炎になっちゃって、もう一週間休んでるから、ちょっと今日調子いいから、ちょっと軽く様子見ながらやってみようかなと思ってる。昨日も1ラウンドだけやったんだけど、練習全然できてない。どうしようかな、これ。全然縄跳びが出てこないから、長さが調節できないんだよね。どうしようかな。なんか考えねえとな。なんかいい方法ある？取れないよ。取れないな。肺炎、そうそう。どうしよう。新しいフォロワーさん、福君フォローありがとう。福君さんありがとう。ちょっと待って、これだけ取らせて。いい感じ、いい感じ、いい感じ。今いい感じだった。ああ、頭いいね。洗剤か。やってみる？頭いいな。頭いいな。それじゃね？お、頭いいな。摩擦か。頭いいやつ出てきた。ちょ、洗剤でやってくるわ。頭いいな。天才じゃね？それだ。ちょ、やってくるわ。
初コメありがとう。よっしゃ、洗剤入れてきたわ。洗剤で泡。おぬる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 。あ、どんどん奥行く。あ、でも全然違う。あ、いいよ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 。あ、いいいい、全然違う。これいけんじゃね。全然いけるっしょ。あ、でも滑るな。いく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 、あ、出てきた出てきた、あ、出てきた、いく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 、あ、いく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 、出る出る出る、出ちゃう出ちゃう出ちゃう、いくいく、あ、出た、あ、びちゃびちゃ、超びちゃびちゃ、やった、ありがとうリスナーさん、いったわ、出た、超いっぱい出た、ありがとう。いや、いっぱい出たわ。こんないっぱい出るとは思わなかったわ。やった。洗剤か、その手があったか、ありがとうアドバイス、うん、ありがとうアドバイス、ありがとう、出ました、うん、取れた取れた、サンキュー、うん、よし。で、これを長さを調節すればいいのか。うん、ありがとね。あれ？ネギシさんって、あれ？ネギシさんってネギシさん？え、ご無沙汰のネギシさん？もしかして。ネギシさんってネギシさん？超久々じゃない？もう生主やってないのかな？ネギシさん。縄跳びトレーニング行くか。まずはこの縄跳びを長さを調節して、僕の新宿の公園で毎日トレーニングを行います。そうすると足がビルドアップしていくんです。え、ケイン濃すぎ。ケイン濃すぎ。似てない？ケイン濃すぎ。鍛えるっていうかね、イベントに出るんですよ、格闘技の。そうそう。まあ、鍛えるで合ってるけど。それの練習で縄跳びをやりなさいっていう、トレーナーさんからの指示が。肺炎治さないと喘息になる可能性、もう多分なってるんだよね。喘息はもともと持ってるんだよ、小児喘息、子供の頃から。だからそれがね、ちょっとぶり返してる感じなんだよね。ロアコさんじゃないよ。よし、長くなった、いいね。
汗かきに行くか。じゃあ鍛えちゃう、今日もみんな鍛えちゃう。ワドちゃん、スーパーワドちゃんマン、鍛えに行くか。強くなるか。また行く練習。うなちゃん今から何取りすんの。おい、いやラスマンさん、いやバカお前、俺がよ縄跳びやったらよお前やべえぞ、おい二重跳びとかよねえから、おいもうヒュン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 つってもうシュンピュンピュンピュンだよお前、全然ちげえから。ああでよお前バカお前、そんなよ縄跳び使ってる俺のよ縄跳びアシックスだから、わかるなあ、アシックスだから売ってねえぞこれ。ああこれはやばいから、なあゲルゲ長いよ。振りありがとうございます。なとびしようね。さすがや。完コピしてるから。鍛えるより体直してください。ねちょっと動かしておかないと不安なんですよ、病気なんですもん。アシックスだから言いそうでしょ。なんかやたらメーカーにこだわるんだよね、シャンマンの。シャンマンでやたらメーカーを押してくるんだよね。新しいフォロワーさん、うさこうさんフォローありがとう。しっかり直したいっていうのは俺もあるよ。ただもう一週間も引っ張ってると、まあせっかくね、肺が良くなってきたし、徐々に戻していきたいんだよね。徐々に。その、やらないと不安っていう感覚わかんないかな、なんか。飲んだとより戻してないよ。シサさんいらっしゃい。なんかね、やってないと怖いんだよ。夢でうなされるんだよね。シャンピンにボコられる夢とか。怖いよ、やっぱ。なんかこの怖いって感覚わかんないかな。今月リスワンきついね、野口さんね。本当に。調子悪いわ、今月。2位がだって7回だよ。さっきも2位じゃなかった？さっきは3位か。きついね、今月は。調子悪いわ。本当に調子悪い。後でトレーニング行こうね、みんなでね。なんだろうね、薬味だよね。2位が続くっていうことが呪われてるなって思うもん。3枚よりロハコさんのモノマネ好き。わかった。いや、ワドさん、縄跳びよりですね。いや、僕、縄跳びとか全然転換持ってるんで、全然できない。ワドさんの縄跳び、すごい大きいですね。ワドさんの、ワドさんのこんくらいですか？ワドさん、すごい小さいですからね。先っぽの、ところが真っ赤になってて、すごいいやらしいですね、つって。下ネタだからね、基本的に。ロハコさんの場合は基本的に全部シモだから。変態だから。ロハコさんゲイキャラで最近覚醒してるからな。あと何日か、頑張るしかないわね。残りは平日だから昼間働いてるからな。ちょっと厳しいね。昼間働いてるっていうのが俺のなんかね、他の配信者と違うところだから。リスワン撮る人みんな配信に専属してる人たちでしょ。ただね、4ヶ月連続で撮ってるからね、撮りたいよね。4ヶ月連続で撮ってるんだぜ。2月、1月、12月、11月。いや、これ撮りたいな。
これは取りたい。1万円欲しい。でもまあしょうがないよね。これだけ名だたる配信者がこうバーって集まってきてるわけだから。群雄割拠の時代ですよ。ふわっちも今までのふわっちと違うもん。ふわっちも今までと全然違う。もうほんとシビアになってきた。ねえ、みんなツイートとかしてね。ツイッターで拡散とかよろしくね。そう、新規リスナーがボンボン来れば来るほどね、有利になっていくわけだから、実はみんなの拡散力なんだよ。みんなツイートして宣伝して、この放送みんなが宣伝してくれればくれるほど俺は強くなれるんだよ。練習行くか。ちょっと準備してくるわ。練習の。着替えてくる。練習の準備しよう。そうだね。ツイッターないとダメだね。文鳥起きてるよ。ドレさん強いよ。ドレさんめっちゃ強いよ。ドレさんとスパーリング見る？ドレさんと俺のスパーリング、俺があのあれやってる間、準備してる間、ドレさんとスパーリングじゃあ見てもらおうか。
あるかな。ちょっと待って。見たい？ボッコボコにされたよ。ドレさんとのスパはどれだろう。ドレの深夜、あれ？ドレさんとのスパはないな。あ、この日じゃないのか。日曜日だから。ちょっと待って。ドレさん身長180ちょい。マジで？すいません、なんか。いや、普通に強いよ。フリッカージャブだしね。全然いなされてるでしょ。達彦さんとドレさんのやつ見ようか。俺のやつよりもね、ちょっとギア上げてんのが達彦さんとのやつだから。今、達彦さんコメント欄にいるでしょ。達彦さんとドレさんの試合っていうかスパーリング？こっちの方が多分本腰入ってるね。普通に強いでしょ。あれ？これ俺だ。違う。ごめん、間違えた。あー、どれ、あ、ないのか。達彦さん VS ないわ。ドレさん。ごめん、なかったわ。まあまあ、強いっすよ。普通に。だって25年間か、総合やってんだよ。強いに決まってるじゃん。普通に全然、相手にならないぐらい強かったよ。当たらない、パンチ一発も当たんなかったもん。全部避けられてんだよ、スウェーバックで。かっこいいよね。全然当たらないし、全部いなされてるもんね。的確だよ、あと当たる場所が。遊ばれちゃってるもんね。これが3週間前かな。3週間前の。
そう、隙がないんだよ、本当に。隙がマジでないの。大丈夫か？自爆 足ぐねるっていう めちゃめちゃ痛かったよ、あれ なんだよって話だよね。本当だよね。何なんだよって。全部避けられるの。一発も本当に当たらないんだもん。全部避けられんだよ。で、全部当たるんだよ、ドルさんのパンチ。意味がわかんねえよ、本当に。ボコボコにされるっていうね これが現実だよね この顔だからね ボッコボコにされてパンチ一発も当たんない男の顔見て これが現実だよ、これ。いい顔してるでしょ。顔がめちゃめちゃウケるんだよ。もうボコボコにされた男の顔はこれですよ。当たんねえっつって パンチもらってもうボコボコにされたって、すごいいい顔だよね、これ。あと、まあ、タイガーが一番強かったね。タイガーが強くて まあボディだよね。まあ蹴りがあるからね、ダメなんだよ、ボッコボコにされたって これが初めてのスパーリングだよ。だからやられてばっかりじゃねえかよ、俺 敵が強すぎるわ。前園みたいになってさ、ボッコボコにされたからね ジャブじゃねえだろ、こんなの ジャブじゃねえよ。首バッキバキになったからね、この日。もうタイガーは強すぎ。タイガー強すぎ。いや、リーチ長えわ、俺。リーチめちゃめちゃ長いわ。体格差が違うんだって。そう、いい、あ何回ダウンすんだよって。リーチ俺めちゃめちゃ長いよ。相手が身長高いんだよ。いや、ワンパンだよ。だって腕と足の太さ見てみなよ、タイガーの。腕の太さ見てみなよ。いや、遊ばれるわ、そんな。強すぎるわ、こんなの 強すぎるでしょ。素人の動きじゃねえよ、こんなの。相手は喧嘩だけで飯食ってた。ストリートファイトだけで4年間生計立つよ。だから本当の喧嘩しよ。あ、団子ありがとう。団子ありがとう。ボロボロにされたかった。お前コメント欄荒らすなよ。ねえ、面白いね。いろんな試合があるね。ていうか俺、今気づいた。俺ダウン1回も取ってねえじゃねえかよ。俺ダウンされたことはあっても、よくよく考えたらスパーリングダウン1回も取ってなくね。うわ、気づいちゃった。俺ダウン1回も取ってねえわ。やべえな 俺練習でダウン1回も取ってねえじゃん。気づいてはいけないことを気づいてしまったわ。やば。タックルは禁止。いや、一発で倒れるよ、あのデカさだよ。ロギック一撃で粉砕される俺。よっさんみたいになってるから 心折れる瞬間だよ、これが。ローキックで心が折れる瞬間。
遅刻の王様、いいねそれね。何回ダウンさせられるんだよ。いやーロー受け習ってるんだけど出ないんだよね、やっぱね。ローはパンチで終わるんじゃない、ローキック一発で終わるんだ。いやー恥ずかしいな。笑うよねこんなの、爆笑だよ。その今俺はポイントで蹴ってくれてた、だからその桃谷が入ってたらどれだけ痛いか、だからとにかく来たら反応しないと、反応遅れて当たらないと。いや勉強になるわほんと。ボコボコだよボコボコ。お願いします。これ見たら練習行きます。これ見たら練習行こうね。いやみんな強えわほんと、強すぎるよ。弱いスパーリングパートナー募集中です。うん、なかなかそんなうまくいかないよ猛毒パンダ祭り。今から練習するからもしよかったら見に来てよ。回転浴びすぎるよ、浴びすぎりではないけど、ローリングソバットは習ったよ。いやアドレナリンが出てくるから、まあ、痛いよこの時でも。1週間痛かったんだもん、全身ボロボロだよ。それでも動かないといけないんだもん。だから食らった瞬間はもうなんかビリビリしびれてもう無理ね。掴んで膝 OK だね。上がりながら打つパンチダメだな。ジャブ綺麗だな辰彦さんの。この2ラウンド目のジャブ綺麗なんだよな。理想的なジャブだよねこれ。このジャブ超綺麗。相手がいないとできない首相撲は。練習はでも首相撲の距離はダメ。フェイント入れてきてるの辰彦さん。前蹴りで距離潰さないダメだね。あの下がる癖ダメだ。いや余裕じゃないよ、めちゃめちゃ強いから。マー君、マー君の強さ知らないんだよ。体幹全然強くないですよ僕。体幹ダメダメって怒られてる。すぐかかんじゃうし。スタミナ切れたな。ゆいかさんも強いと思うよ、ヤンキーだから。
俺はオタクだからさ。そうなんですよ、そう、ウェイトの置き方、そうそうそう、それが体幹ね。そう、どこに重心を置くかが全然できてない。やってみるとわかるよ、やってみるとわかる。俺全然喧嘩なんかしたことないよ。あ、こっから先は根性だよね。パンチが打てなくなってるから、こっからはもうハー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 、もう意識がない。いや、まあムカつくじゃん。まあこんな感じですね。もちろんなんだぞ。こんな感じです。じゃあ今から練習行きます。着替え終わったんで練習行きましょう。お疲れ様です。トリオツです。練習トレーニング行きます。みんなありがとう、見てくれて。 あれ雨降ってる。ちょっと待って待って待って、タイムタイムタイム、雨の音がする。ダメだわ、マジかよ、ダメだ、雨降ってるわ、パソコンが潰れる。マジか、せっかくやる気になってんだけどな。あそこ行く？あの都庁前の下行く？傘持って、はい、直ってないよ。都庁前の下でやる？あそこでもホームレス寝てるからな。一応行くか。これで雨で練習しないなんてダサすぎるもんな。うん、いや雨でも練習行こう、傘さして行くわ。言い訳はダメだ。いや行くよ、だって治らないかもしんないんだもん。はい、行こう。雨降ってんのか。都庁前のあの屋根があるところで練習するわ。行こう。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。とかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。